八剣マッサージ整骨院の出来事、話題、案内、お知らせ動画です。手がどうですか？手もやかデータミスによって髪の色髪を買ったり手に入っていたのがちょっと困りますね、はい、かぼちゃは切れますか？はい、かぼちゃはどうにかこうにか両方で押さえて切ってます。昨日はちょっと痛かった。皿の内側が痛いですか？はい、皿の膝の内側。髪切られたんですね。そうです。あんまり早く上がっとったけんね、3ヶ月行ってなかったんです。寒さもね、帰りは串を取って。何を？串。どこで？串まで、散髪屋さんの横串に入れて、ね、畑があった。花の咲いたことになってます。花粉を全部飛んでしまって、うん、開いたとはそれいつの話ですか？ちょっと前の週ね。あ、もうそんなんすかね。遅いところにあるんですよ。私のとこの家の下あたりはいつもジメジメしてるから。指はどうですか？あんまり感じられなかった。裏返しにしましょうか。落としてもらったときは、何でもするとしやすいよね。ここに見えてないですか？あ、いらっしゃいましたよ。いらっしゃいました。朝早くトライして、行ってきたんですけど。でもあなた、あと骨折なだけやったね。Thank you.
雪がまだ暖かいですか。一番暑いのを感じやすいのは、この辺ですね。下の方。指の熱が取れたらもう一回やりましょうか。指。はい。指はまだ熱いですか。もう一回いきましょうかね。指の、あの熱はあんまり感じない。あんまり感じない。あのかなり以前の怪我でしたよね。うん、もう3年前。3年。電話出る。どのぐらいからぼやーって熱感じます？もう来てる。黒くならないとこう来づらいですもんね。そうですね。肩周りはどうですか。肩の周りは今さっきの一番強いです。もう効けた。もう抜けてきたんですかね。今日あの髪を切っておられるから、よりこう奥まで置けました。それではまた。